さあ今日はですね、ある動物、ちょっと珍しい動物の、ご飯のレシピを紹介させていただきまして、そしてその動物に実際にあげていきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。さあそれではその動物をですね、紹介させていただきたいと思います。それでは本日頑張ってくれるのはこちらです。じゃん、はい、アイクイでございます。はい、この子は南カワリクイのアニちゃんです。さあ以前もね、実際にアリを食べる動画を紹介させていただいたんですけれども、今日はその手作りフードをどんな風に作るか、そして食べるか頑張ってもらいたいと思います。かわいいですね、アリちゃん、よろしくね。アリ、そしてシロアリが大好きなアリクイちゃん。まずですね、うちのアリクイのレシピなだけで、全部の動物園というかアリクイさんがこれを食べてるわけではないですし、メニューも変わります。まずこれですね、はい、主食フードって言ってアリクイが大好きなフードなんですね。これを入れていく。指入るのかしら、これ全部飲食注目フードですね。まあ、なので食注目っていうぐらいなので、虫さんも食べる形ですね。タンパクでございます。続きまして、毎日入れてないんですけど、はい、ひき肉です。ひき肉です、はい、入れますね。入れますね、はい、色が映えました。続きまして、卵。これ卵黄だけ使います。ヨーグルト、って思いますね。すごい好きなんですよ、アリクイさん。まあ、目分量ですね。これにビタミン剤が入ったりですとか、はい、まあ、アリが入ったりですとか、はい、違う食材が入ったりするんですけど、はい、セットしていく。そして回していく。あ、ちょっと待ってくださいね。これ水が少ないので、ちょっと水を入れていきます。はい、じゃあ回していきます。ゾウジルさん、ありがとうございます。アリクイも使っています。はい、いきます。どう考えても水足りないですよね。水を入れていきます。はい、はい、じゃあこんな感じになりました。美味しそう。これ驚くほどアニちゃん大好き。いや本当に大好きなんですよね。はい、はい、それでは出来上がりましたので、はい、揚げていきたいと思います。アニちゃん、はい、では揚げます。はい、頑張って作ったよ。はい、アンリちゃん、アンリちゃん、アンリちゃん、こっちこっちこっち、はい、どうぞ。ごちそうに食べます。本当はアリ、もしくはシロアリを食べるんですけれども、はい、このフードを毎日食べています。今アリの成分が入ってますね。ちなみに歯は退化していてほぼないそうです。食べたい。はい、ではアニちゃんどうぞ。思わず呼吸を合わせてしまいますね。いきなり掘り始めました。まあ、残ってるんですけど、楽しそうですね。アニちゃん、ご飯まだあるよ。はい、まだ残ってるよ。いいですか。あ、ご飯まで来ました。よく見えますね。終わったんですか。あ、今終わったようですね。食べまして、遊びに行っております。よく食べて、よく遊んで、よく寝てください。ですね、ホリホリする食後の運動もすごく可愛かったです。ぜひ
皆さん、これからもアンリちゃんの登場を楽しみにしていてくださいね。さあ、今回頑張ってくれたのは南コウリクイのアンリちゃん、そして森ちゃんでした。最後までご視聴ありがとうございます。ぜひ可愛かったなって方、グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録お待ちしております。コメントもぜひしてくださいね。ではぜひまた次回も楽しみに。ありがとうございました。